悪いね。これも棟梁の命令なんだ。私はもうダメさ。その奥の道を抜ければ里を出ることができる。先に行くんだ。あんたのこと好きだったよ。結局刑事のお相手は見つからずじまい。あらあら戦に備えたお心がけ、お見事にございまする。見合いの相手、それは我が前田家が当主刑事でございまする。直虎殿、兵法にもあるでしょ。力任せに攻めるだけではいけませぬよ。直虎殿、よくできましたね。ボイチェク中佐、私は当社ミジャシク飛行兵中尉と親しく付き合う者です。当社に招かれた基地のセレモニーでお目にかかっています。どうやらあなたは翼を失った。この国の大地の上を車で走っていなければ、あなたのような人と出会うこともなかったでしょう。その空がこの人たちの上に落ちてくることを、あなたは許そうというのですか。ドーム、起きて。朝ごはんよ。子供たちはママに預けたから今日はずっと二人きりよ。ドーム、起きてるんでしょ。ドーム、ドーム、ガブリエル。3日前の私の体を貸すから、クレイを助けて。アヤ、今頃私の魅力に気づいた。アヤ、聞こえる？あとは頼むわ。主任、聞こえてます？クレイを助けるためにボスを説得してくれたそうですね。へえ、主任が？独身主義のくせに。不眠症、疲れ切ってるのに眠れないなんて。温かいシャワー浴びれば眠れるかも。もう一回ベッドで寝る努力してみようかな。完璧よ、イーサン。普通の日常を過ごして、そしてある日全部ただの悪い夢になるんだわ。ここを離れましょう、イーサン。どこか雨の降らない場所へ。新しい生活を始めるの。新しい人生を築いて、すべて忘れるの。ジェイソン、具合はどう？ああ、無事だったのね。よかった。ドクターは危ない人じゃないわ。案外優しくて、ここまで運んでくれた。車から脱出した後、気を失っちゃってたら助けてくれたの。ジェイソン、どうしたの？やめて。デイジー。ジェイソン、グラントを殺した奴は死ぬべきよ。ジョナ、ジョナ、もし聞こえてるなら私のことは探さないで。あんた一体誰よ？トリニティ。一体何の話かしら。嘘をついても無駄だぞ。いい、私が来た時には空だった。他に誰もいなかったし、埋蔵品もなかった。失われた都市キーテジ、シベリアにあったのが12世紀頃忽然と消えたと言われている。考えてみて、もしこれで本当に不死の秘密を解明できるなら、全てが変わるのよ。やめて！パンを置いて！連中も動き始めた。神秘の源が本物なら先に見つけないと。ノア、何かニュースは？仕事をしたがってるわ。ああ、ここは落ち着くわ。しばらく痛い。両親を殺すだけじゃ足りず、キャットまで奪っていくなんて、まるでおまけみたい。ねえ、しっかりして。冗談でしょ。せっかく助けに来たのに。クルーガーの部屋に侵入するですって。セキュリティが厳重すぎるわ。待って、何よ、これで終わり？いつから正義を語るようになったの？
あなたは間違ってる。私は終わってない。セバスチャン、久しぶりね。空っぽの瓶の底にでもいると思った？私がビーコンで起きたことは過去のこと、もう忘れて。つまらない嘘を言うために現れると思う？リリーはまだ生きてる、私たちの元で。でも彼らからの連絡も途絶え、通信は遮断された。信用してないわね。でも目的は同じよ。来るなら来なさい。何よ、私が勢い任せに行動したと思った？服従か死か教えてあげる。もう一つあるわ、草くらえよ。それじゃあもう切るね。みんな心配性なんだから。誰かいませんか？いないの？それ以上近づかないで。ありえない、まだ生きてるなんて。何が起きてるの？あなた警官？君は？クレア、クレア・レッドフィールド。集中して、集中。すぐ出ていくつもりよ、クリスを見つけたらね。ねえマーヴィン、ありがとう。つくよ役の海田優子です。よろしくお願いします。何の話をしてるんですか。苦しい、胸が苦しい。奴と同じ部屋にいるだけで胸が破れそうじゃ。これ以上近づいたら間違いなく即死する。落ち着け、目を凝らせ。あれはアイゼン公の作りし幻、伯爵などどこにもいない。いや、あの近くね。重要な作戦会議だから。おい、どうした？バカ者が何をやっとるんじゃ。ほれ早く来い、夕飯が冷めるぞ。あれだ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 れ、両方引っ張って抜けるわけないっつんの。押して押して押してくれ。押す？おい、金時。あの、料理は苦手なんだが鍋ならできるかなと思って、一応主好みに甘口にしてみた。食べなんし。